いや、ライガース IWGP のベルトってのは本当に重いんですね。そうですね、前に使いましたね、リオ選手は。当然のごとくさらっと新記録達成だよ。だがよ、こんなものはレインメーカーにとっちゃただの通過点だ。おい、これからも半永久的に誰一人レインメーカーを止めることはできねえ。なんでかわかるか。おい、レベルが違うんだよ、この野郎。レスリングドンタク2018の最後はもちろんこの男に締めてもらおう。完全無欠の IWGP ヘビー級チャンピオン、レインメーカー、カズチカ・オーカダ。マイクを岡田が受け取ります。3つ言わせてください。1つ、棚橋宏、棚橋君、棚橋先輩、まあどうでもいいや、強かったよ。2つ、 V12 達成しました。まあ俺は正直記録にこだわりはないんで、しっかり IWGP ヘビー級のチャンピオンの姿を見せていきます。3つ、特にありません。と言いたいところだけど、次のチャレンジャー誰も出てこないね。まあおじけついてんでしょう、まあ V12 を振り返ると、丸藤、ケニー、鈴木、柴田、ファレ、ケニー引き分け、コーディー、イービル、内藤、真田、ザック、棚橋。引き分けが1個入ってた。次は大阪城ホールかな。去年の大阪城ホール60分引き分けだった。ケニーオメガ、ケニーオメガの名前を口にしました。場内ケニーコールです。ケニーオメガが姿を見せます。そしてリングに向かう。
去年の大阪城ホール、決着がつかなかったこの2人、12回の防衛のうちただ1人だけ岡田が勝つことができなかったのがこのケニー・オメガ。そのケニー・オメガがリングに登りました。ケニー、防衛戦でね、引き分けのまま終われないんだよ。去年は60分時間切れ引き分けだよ。もうさ、引き分けとかなしで無制限でやろうぜ。さあどうするケニー。まあまあ、でももっといい試合ができるんだろう、和親。それは三本勝負。え？どうですか？時間無制限、三本勝負。いいね、楽しいね、それは。しっかり三本勝負で、あの大阪城ホールの続きを見せてやる。時間無制限、三本勝負。まさに前代未聞。今年の大阪城ホール、とんでもないことが起きます。いや、これは金沢さん驚きました。いや、前代未聞ですね。時間無制限一本勝負あっても時間無制限三本勝負ですよ。史上初ですよね、これ IWGP 戦に関してはね。そうですね、60分三本勝負っていうのはあったにしても。さあ岡田、何を語るのか。もう決定でいいでしょう。時間無制限三本勝負、楽しみだね。その試合も勝って V13 か14、15、いつも言ってるように V100 まで行くからな。そしてまたここにチャンピオンとして帰ってくる。その時はまたここ福岡にクアネロアメが打るぞ。